校103期生デビューを記念して行われたお色気満載水泳大会。続いての競技は常識クイズの出題者は芸人の競輪小僧。プールの中央に浮いた早押しボタンを押して回答してください。では第1問、問題。食事の席なので上座下座とはどのような席を指すか答えてください。下の方が下座。若干違う。いや、いい、いい。はい、中崎さん。上座が奥で、はい、下座が手前。来ました。続いて第2問。問題。ソフトバンクの孫正義さんが務める CEO とはどんな意味でしょうか。早い。惜しい。でもそういう感じ、そういう雰囲気で、はい、何をしますか。コナンさん、コナンさん、答えをどうぞ。会長。いいんですよ、雰囲気からいきますから。お。会長。会長。惜しい。惜しい。なかなか正解できない103期生たちにサービス問題。現在競輪学校の校長先生といえば滝沢正樹さんですが、現役時代のニックネームをお答えください。在校1位島津選手、早い。島津選手、お答えをどうぞ。怪物。怪物。ここまでの対決を終え、同点で2チームが並んでいます。揺れる重い仲良しの遊び、イエーイ。おっぱい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 ってなんだ。テンション上がってる ね。てかこれプールでやる競技じゃないやろ。関係ないよね。これどうせあれでしょ、あのよく DVD とかにね、うん、グラビアの DVD でやってる縄跳びやりながらおっぱい揺れるやつとかね、撮りたいんでしょ、うん、そういうことですよね。失礼でしょ、コナンちゃんに。おい、お前が一番失礼。違う違う。私はちょっとニヤニヤしすぎじゃないですか、男子が。笑いすぎでしょ。大丈夫です。この後、縄跳び対決スタート。ついにポロリの瞬間が。リングリングプロジェクト。自転車をもっと楽しく、自転車をもっと安全に、快適で安全な自転車ライフを広めるための支援をしています。一人一人のチャレンジが明日を大きく変えていく。さあ、無限の夢へ走り出そう。リングリングプロジェクト、競輪の補助事業。次はあなたの夢を。縄跳び対決スタート。男女ペアで飛んだ回数をカウントします。まずは横田長崎ペアから。危ないよこれ。10人滑る。あ、おっぱい出てんちゃう。おっぱい出てんちゃう。おっぱい出てんちゃう。やばい、出てちょっと待って。アイカップを揺らしながらお見事、41回。続いて渋谷コナンペア。おっぱい揺らしてもっと。ないね、ないね。期待したいが取れなかったのでカット。最後は在校1位島津選手と D カップ綾子ちゃんのペア。期待が膨らみます。嘘でしょ。全然おっぱい見ない。本当に私運動神経ないんです。